はい。あとね、実家にね、帰省しました。実家に。そう、いろいろあったな、こうやって思うと。ほんといろんなことがあった。実家に帰省して、お父さんどうだって、義理のお父さんと書くのはやめてくれないか。君たちのお父さんじゃないんだよ。ええ、あ、お父さんはどうだったというとね、いや、なんか船長てっきりね、あのお父さんに久しぶりに会ったらば、お父さんのことだからね、別荘を買ってほしいとかね、家のローンも返済してほしいとかね、そういうことをね言ってくるんじゃないかと思っていたんですけど、なんかすごい優しかった。うん、なんか新幹線の駅まで車で送ってもらってたんだけど、その最中になんか船長のなんか辛い話とかをしてて、辛かったことの話とかをしたら、お父さんがね、なんかもうパパが味方やからっつって、そんな負けるな、パパお前が困ってたらいつでもどこにでも飛んでいくんやさかいって言ってて、あ、じゃあそんなん言うんだったらば、じゃあ例えば今私がその都会の方の家まで送ってほしいって言ったら送ってくれるん？かっこ片道4時間半なんだけどしたら、ひえーお前悪魔やな、任しときやっつって送ってくれました。よ、片道4時間半かけて送ってもらいました。その最中にね、途中でガソリン入れてる時に、なんか、あー、ガソリンが高いなーって言ってたから、いや、これはもしかしてガソリン代出した方がいいって聞いたらね、何言うとんねん、こんくらいパパに甘えときって言ってましたね。うん、というようなことがあって、お父さんはね、4時間半かけて船長家まで送り、4時間半かけて実家に帰り、その次の朝仕事に行きましたね。そんなお父さんでございました。